あのすごいなんか上手にみんなあの何ソーシャルディスタンスってやつなんかめちゃくちゃいい感じに撮ってるんですけどなんかここだけガーン開くんですよめっちゃガーンめっちゃディスタンスとかちょっとだけ真ん中の方にそれでもしくれたらなんかあったかいなと思ってカメラ重いねカメラがねあのなんかテレビの撮影みたいな気分でやってますけども全然通る方あのあーとかやんなくていいです。 僕らが勝手にやっちゃってるのはすいませんって感じで。なんかなんか収録みたいでね若干なんかいいのみたいな感じになってるけど全然むしろ4日目ですよ1にiPhoneとか忘れれば4日目ある4日目回ってますからでもねあの全然あの映りたくない人もやったらね見たりするんでこうやってやって撮っていただけたらちょっと幸いもしあのiPhone で撮った人ハッシュタグだるまで ツイートとかそうですねぜひSNSねいくらめっちゃエゴサーチとか大好きエゴサーチ大好きなのでもう全然もうハッシュタグだるまハッシュタグ少し前とかねだるまね何だるまだよね僕らの名前あそうですよだるまDRUMA僕たちだるまってすっごいこと気づいちゃって今だるま後ろに置いたままだった今日ああこれ上がんねえ一番これダメだね これ一番赤いよ。これがないと多分うちら何なのか分かんないと思うんですけどもずっとやってたけど今気づいた私たちダルマっていうバンドなんですよそんで別にこの衣装とかメイクも別に鬼滅の刃を意識してるわけではなくてこれ朝じゃないんですよ全然鬼滅の刃の朝じゃなくてこのダルマのヒゲメイクなんですよねヒゲメイクでちょっとまあその日本をね日本を発信できたらいいなと思って日本の良さですよねこういうハッピーなんかちょっとクールなとこをあの日本のクールなとこを押し出していけたらなということでヒゲメイクにあの赤の衣装で活動しておりますダルマと言いますどうぞ覚えて帰ってくださいよろしくよろしくありがとうございますこれ出しとかなきゃねはいありがとうございます さあそれじゃあ
最近ですね、私たちの曲、普通に今日こうやって CD でも持ってきてるんですけど、もちろん CD じゃないともう聞けないというか感じられない良さっていうのは間違いなくあるんですが、今ですね、私たち3ヶ月連続のシングルリリース企画というものをやっておりまして、まだ CD にはない曲がシングルで今第2弾まで配信されました。Spotify とか LINE ミュージック、Google プレイミュージック、Apple ミュージック、そこら辺何でも探してもらえればだるまあるんですけども、その第2弾で最近11月の17日でしたかね、配信開始しましたサムライウォーマン、そんな曲を1曲やらせてください。いつでも美しい、ずっと遠い子が寝ていた。あの時君の心の中、それでも涙を流したんだ。信じれば何でも叶うぞ、どう信じるだけで何そんな確信で変わる時はいつだって、それだけを示すわけで苦しがって、苦しめ思いだけど、挑まればいつまでも時は動かない。変わりない、強く咲いて見えてあるところがわかるよ。
ありがとう。これ音源めちゃくちゃクオリティ高いですよね。そうだよ。なんで iTunes と思ってる人は今すぐ携帯でダウンロードしてください。ダルマでサムライユーマンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当ね、今日昨日の方がやっぱ人少なかったかな。 なんかやっぱね、ちょっとね、ちょっとずつニュースでね、第3波やってきたぞって、なってね、もうこうやって栄三丁目だったり、錦だったりとかがもう来週からね、自粛要請が出たりとかして、またね、少しずつ夜人が減っていくのかなっていうね、そんなことを感じながら、今日もここにやってきました。でもなんか昨日よりも若干人通りがちょっと多い気がしたり、昨日よりも立ち止まってくれる人が多い気がしたりとね、今日はちょっと昨日よりも、 ちょっとまた勇気をもらってね、ここで私たち音楽をやることができてます。聴いてくださって本当にありがとうございます。ありがとう。なんかこうやって自分たちの音楽を少しでも誰かに知ってもらえないかなってね、自分たちの存在を知ってもらえたらいいなということで、路上ライブしに来てます。今日はぜひだるまという名前だけでも覚えて帰ってください。ありがとう。
Yeah.
しょう、メルモでした。ありがとう。また来週なのね。来週もやってます。ありがとう。you